に届けこの歌。この日本中、そして世界の人たちの心に響かせたい歌と書道のコラボレーション、心の中に響け、心の中に響けこの歌。大変だったけど、まずは心という字を書きました。まずは今度はこの心が、心の中に届けこの歌、メロディー乗せて空高く、この想い心へなそう響け。曲を聴いてて結構楽しく心が弾んで明るくなりました。2011年の東日本大震災を、友人が被災しまして、で宮城県の気仙沼市を訪れて避難所4カ所を回って歌を届けてきました。でその時に歌を聴、けてよかった、届けてくれてありがとうという言葉が嬉しくて、全国の高齢者施設、障害者施設、学校、幼稚園などを訪れて歌を届ける、笑顔を届けるという活動をやり始めました。やはり歌を歌うことによって、皆さんと、心一つにしたいこと、そして、今新型コロナウイルスによって、自粛して皆さん外にも、出られてないということを、たくさん聞きますし、私自身も、ストレス発散ができてないなと思うんですけど、それをこう皆さんと一緒に、リズムを取ったり、笑顔になることによってストレスを発散することはできたらなと思って、今日も届けることができました。そしてやはり何て言うんですかね、私自身が今くじけそうになってたところもたくさんあるんですけど、それではダメだと思って、やはり夢に向かってもう一歩一歩進んでいけたらなと思います。